はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。かぜさんちへこそ。防犯アラームってなんだろう、小学校低学年ぐらいからつけ始めたりとか、あとなんだろう、まあ女性ですよね、女性まあ40代でも襲われることは襲われると思うんですよ。50代でも、まあ、そっちの方って言ったら怒られるけど、あの熟女系の方が好きな方もね、男性もやっぱいるわけで、まあそういう方を見かけて襲ってしまうっていうこともある。でね、その中で防犯アラームってあると思うんだけど、防犯ブザーか、ね、まあいいのはすごくいい、ね、2,3 千円ぐらいするものがあったりだとか、まあ大半はそのくらいのお値段するものを、まあ、ね、会社員というかお仕事行く方だったりだとか、まあ高校生中学生ぐらいの女の子をお持ちって怒られるけど、ね、ちょっと狙われそうな可愛らしい子がいる、ね、親御さんだったらそのくらいのものをまあ渡してるのかなと思うよね。で、小学生低学年ぐらいだと、まあ100均のやつで500円ぐらいで売ってるやつを、まあ、持たせるっていうことが多いと思います。だけどさ、そうは言ってもっていうのはあるよね。100均のさ、やつがすごくいいやつが出てきたとはいえなんだよ。とはいえまあ100均のでしょっていう、数回やったらもうね、バグというかそういうのが出てきちゃうから、ちょっと待ってね、あのね、アマゾンさんでちょっと調べるわ、防犯ブザーね、防犯ブザー、防犯ブザー、アマゾンだとね、まあこういうさものもあったりとかしてて、ベストセラーでね、でもやっぱ1200円ぐらい、まあ2000円近くのもあるし、まあ、ちょっとこういうね、可愛らしいのがあると、まあ、1000円ぐらいで買えますよっていうのが、まあ、あります。こういうね、卵型のあったりとかしてて。やっぱ1000円ぐらいかな。1000円ぐらいで、まあ、売ってるのが多いのかな。まあ2、3000円って言ってたけど、まあそれは高級な方に入るのかな。でも女の子男の子関係なく、ね、自分の子供が襲われてしまうとかさ、誘拐されてしまうっていうのは心を痛めてしまうことだから、まあそこのところはお金をいとわないというか、まあ、100均よりかはね、ちゃんとしたメーカーのものって言ったら怒られるけど、まあそういうところを、買って持たせる。まあ学校側もね、それなりの対策をしてると思いますね。防犯ブザーを学校でね、何百個って買ってそれを渡すとかさ。
そういう負担は学校にしますよみたいな。今はもうね、本当に社員証じゃないけど、なんだろう、学校に入ったかどうか、退出したかどうかっていうので、社員証みたいなのがあって、まあそれが名札に入るのかな。まあ、それをた、その玄関先っていうか、靴箱のところかなんかに、ね、ペッてやって、ペッて言い方おかしいけど、まあそういう感じでやって、それが、まあ、登録してある親御さんのところに連絡して、今、まるまるくんが教室に入りましたとか、玄関先に入りましたとか。まあそういう感じで、まあ、LINE だったりメールで、入ってくるよっていう話ですね。うちのね、小学校はね、そういうのなかったね。集団登校はあった。登校はあったけど、まあそれぞれ、帰りはそれぞれだったね。それぞれだったね。で、まあ、どうなんだろう。年に1回ぐらいさ、小学校でも中学はあったかな。その、防災関連のあれでさ、親が迎えに来るっていうようなやつがあったりしてて、あの人は誰それさんのお母さんかとかさ、お父さんかとかっていうのを見てて、キャッキャキャッキャしてた。私でございます。まあね、なんかそういうのも面白がってたなっていう感じですね。まあ高いものを買った方が1500円ぐらいで売っていたのを買うか、まあ、100均のやつで買った方がいいのか、まあ、それはその方のね あれだからね、考え方もあるからね。まあ学校のあれはとりあえず学校で買ったものを使って、まあ塾とか まあプライベートでね、誰かと遊びに行くよって、学校の大学生と遊びに行くとかね、そういうのがあると思うんだけど、まあそういうのは、そういうのはまあお家で買ったものをつけていくっていうのがあるのかなとは思いますね。どういうのを皆さん買ってるのかな。まあ教えていただければと思います。以上です。